最大10連休となったゴールデンウィークが終わりました。街にはいつもの通勤通学風景です。ゴールデンウィークが終わった今朝の広島駅前、足早に職場や学校に向かう日常が戻ってきました。自宅で過ごしたり、買い物したりっていうような形で過ごしました。休みが長くてもあんまりすることはないので、それはそれで、まあ、仕事しててもいいかなっていう。私8連休でした。キャンプ行ったりとか、そんなに人通りの多いところは行かなかったです。めっちゃ憂鬱です。行きたくないです。間で仕事には行ってたんですけど、やっぱり長い休みが入ったのでちょっと疲れてますね。始まったなという感じでありますが、気持ちを切り替えて頑張ります。一方、コロナ新規感染者数は広島、呉、福山で862人と増加傾向が続いています。